ハーモニクスとは何か。ハーモニクスとは倍音のことを意味します。例えば5弦の A の音ですと、これ 110Hz なんですけども、 110Hz の整数倍の成分、つまり 220Hz、330Hz、440Hz、550Hz が倍音と言っていくわけです。最初の 110Hz のことを第一倍音、もしくは基本周波数と言います。そしてその上の 220Hz、 これはオクターブ上の音になります。そしてその 330Hz、 これはオクターブと5度を足した音、つまり E の音になります。そして 440Hz、 これは2オクターブ上の A の音。そして次 550Hz、 3度の音になるんですけども、 C シャープの音になります。このような成分のことを倍音と言います。これをギターで鳴らすときは、基本周波数、弦の長さがここからここまでであれば、半分の場所、12フレットの場所を触れば、第2倍音が鳴るという構造になっています。3分の1の長さにする、つまり7フレットとか19フレットを触ると第3倍音、つまり1オクターブと5度上の音、 E の音ですね。同じ音です。 E の音が鳴ります。そして第4倍音、 440Hz は弦の長さをちょうど4分の1にしたと、5フレットか24フレットの上を触って弾くと2オクターブ上の音が出ると。そして第5倍音はちょっと難しいんですけども、5分の1の場所ですので、大体この辺りになります。4フレットからちょっと下くらいですね。そこで C シャープの音、このぐらいになります。で、鳴らし方としては、弦にあまり深く触れないで、フレットの真上をちょっと触っておくだけの状態にすると綺麗になると思います。そして弾いた瞬間、手は離してしまって構いません。以上、ハーモニクスとは何かでした。この動画はトータルギターメソッドの会員様に向けて補足的にご紹介している内容でございますが、会員様のご好意により一般公開しております。そのため、ご質問などは会員様限定とさせていただいておりますが、どうぞご了承くださいませ。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。